こんにちは、貝野純子です。パソコンで使っているズームのアップデートをしてみましょう。まずこのズームのアイコンをクリックします。するとホーム画面が立ち上がります。上の方に新しいバージョンが利用可能です、更新と書いてあったら、今自分の使っているバージョンより新しいバージョンが使えることになっていますので、早速更新してみましょう。更新はここをクリックするだけです。すると更新が利用可能という文字が出てきますね。その場合は下のこの更新というところをクリックします。すると自動的に更新が始まります。終わったら後でとインストールという文字が出てきますので、インストールをクリックしましょう。続ける、インストール、はい、 OK です。はい、これでインストールが完了しました。閉じる。そしてズームが立ち上がるんですね。そうすると今度はホーム画面が出てきても、この上のところに、バージョンアップしてくださいっていう文字が消えてますね。無事にバージョンアップできたかどうか確かめるために、この自分のアイコンをクリックしてみましょう。すると下の方にアップデート確認という文字があります。そこをクリックすると、最新の状態を保っていますと書いてありますので、無事にアップデートができたということになりますから、完了をして使うことができます。ぜひいつも最新のバージョンでレッスンやミーティングをしたいものですね。